豊島区議会議員の小林弘樹です。今私は今本当に大阪都構想で話題の橋本代表が率いる大阪維新の会の勉強会に参加させていただいております。同じ世代もしくはもっと若い世代の人たちのそういう熱い思いを少しでも感じ取れればいいなという思いで実は大阪維新の会の勉強会に参加しております。実際東京ブロックからは大体東京および関東ブロックからですけどもそれからは大体500人ちょっとが参加しております。その後のその他で500人ぐらいでまた近畿ブロックで約1000人ぐらいの方がこの一緒に大ホール大会場で約我々は500人ぐらいの会場で各講師の方をが来ましてその従来のその形式ですとか、従来のその既得権益からの脱却ですとか従来の方向からの脱却という意味で非常にそのやはり今までのそのやり方とは全く異なった部分の挑戦ということにすごい興味があってやはりその豊島区政とかもそうなんですけどもやはり今まではこうだったとっていうようなことが要するに流れにわたってずっと続いてますけどもその中でいい面と非常に悪い面というのが当然あると思ってただ今のやはり政治不信というのはやはり過去の集大成が今ですから当然過去が素晴らしければ今ももっと素晴らしいはずなんですけど今のやはり政治不信というのはおよびまたそういう区政に対するその若干のやはり不安とか不満とかっていうのもやはり過去のその悪しき伝統を引き継いだがゆえのその今の集大成だと私は感じています。そのために我々私もみんな無所属刷新の会という会派を組んでますけどそのテーマが議会改革ということがテーマですのでやはりそういう部分でも少しでもそのどうやってやはり改革をしていけばいいのかという部分のやはりまず何が大事かなという部分でやはり今回勉強会に参加することで一番感じているのはやはり何よりもやはり意志だと強い志だということを今改めて実感しております。若い方の中で本当にある程度やはりその世間でいうエリートの人たちですとかやはりその有名大学を卒業している方ですとか今現在その実践で企業の中の実践として実践で活躍している非常にその重要な中核管理職の方々とかそういう方々が非常に参加しているっていうのを実感してます。だから大体やはり30代中盤ぐらいが一番なんとなく多いような何か感じがしてます。橋本代表の講義というのはまだ受けてないんですけども入塾式の時にご挨拶してそれを聞いたあと何かをやはり変えていかなきゃいけないっていうその熱い思いっていうのは本当に何ていうのかな一つ一つの言葉の中にそのあるのかなっていうのは感じることができるぐらいすごいパワフルな感じでした。政治家というのは本来プレイヤーであるべきであって評論家ではないというのが橋本代表もそうですし私もそう考えております。どれだけやはりその現場で要するに自分が行動を起こして要するに実際に具体的にしていくかっていういわゆるプレイヤーとしての要素がすごい重要だと。であとやはりその橋本代表もそうですけどもやはりその何期も政治家をやりたいというものではなくて今何かを変えなきゃいけないものに対してまずやるとこの今期中の中でとりあえずどうできるかどう変えていくかといういわゆる行動に移せることがすごい重要だということをよく説明してました。一応塾としての予定は5月末まで全部で5回です。1時ぐらいからスタートしまして大体5時半に終わる、政治家になりたいまた国を何とかしたいという人たちが自らの意思または自らの資金調達力でやはり目指していくスタイルというのは非常に画期的でかつやはりそういう熱い思いがないと当然支援者もまた国民もまた区民もそういう部分でこれからの日本を要するに変えていけない
って今思っている時期ではあるので、そういう中でまずそのやはり本人の意思がないとやはりスタートできないのかなっていうのは感じております。橋本代表はまあ実際にあの年代的にはもう本当にあの私と全く あの同級生でありで、まあ、あの非常にその知事時代からまたあの市長選に出る時にしてもそうですけど、やはりその今までのしがらみとかやはり既得権益と戦うためにやはり非常にそのやはりプレイヤーとして自分が知事から市長になったりとか、やはり非常にあの自らを矢面に立って戦っている姿がやはりあの私も地方議員として見ながら非常にあの共感しております。で本当に日本を変えていくあのと思っている志のある意思のあるそういう人たちと共に学び共にそのパワーをもらい、それが豊島区の行政や豊島区で少しでも活用できるそういうのが一番 あの思いで、とにかく何かを変える実際 その行動やパワーをやはり今とにかく勉強してぜひ皆様一緒に頑張りましょう。そして私も精一杯頑張っていきます。ありがとうございました。